はい、皆さんこんにちは。エンプラチャンネルです。今日もよろしくお願いしますって言いながらね、私au の、iPhone 使ってるんですけど、昨日から電話が全然つながらないっていうね、サラリーマンにとっては大変喜ばしい状態なのかもしれないですけども、今日ちょっといろんなところと大事なお話をしなきゃいけないような用事があったのに、どこともつながらないっていう。いやいやいや、これね、通信料金返してくれるんですかね、このつながらなかった時間っていうのは。普段えらいね、結構長く捉えてますけども、こういう時は困っちゃうよなっていうね。やっぱり常につながるもんかと思うと、つながらない時もあるもんですねっていうかね。電話ができないのはそんな問題ではなかったんですけど、昨日はナビの調子っていうかね、なんかこの住所録からナビへ、要は地図がね、サクサクサクと出なくてね、いやいやいや、お客さんの家に行くとこでしたから、もう非常に焦りましたよ。なんか、ああと、この肝心な時になんか地図が出ないみたいなね。もう本当にね、5分ぐらい格闘してるっていうか、ね、あ、もうダメだ、もう行っちゃおうかなと思ったら、パチッと映ってて、いやいや、ああいうのがサクサク動かないとは本当に困るっていうね。今更地図を見ていくという、地図、紙の地図なんか今更持ってないですからね、本当困ってしまったという、まあそれはどうでもいいんですけども、まあ最近私、まあこういった古いおもちゃですか、自分の持ってる古いおもちゃとかが、まあオークションとかでね、どれくらいで取引されるのかとかね、そういうのを見るのがすごく楽しみでして、まあその中でね、最近びっくりしたのが、このシーマリン号、オークションに出てたのはね、箱がすっごい綺麗だったんですよ。箱がすごい綺麗っていうのは、でも箱っちったってね、こっちこの面からパスッと写しただけでね、全ての箱のね、3面図みたいなところを写して、全面的に綺麗だなっていうかどうかは確認できるようなもんではなかったんですよ。まあそれにスポンジがね、まあこういった商品、こういったスポンジに包まれて入ってるんですけども、私のはね、もう見事にもう黄ばんじゃってます。黄ばむよね、49年もこんなところに入って、49年前のもんですからね。そんなね、綺麗なわけがないんですけども、こういったものに入っててっていう、写真的にはね、こんだけで、それが1万3000ぐらいになってたのかなと思って、ってね、もう本当に、いや、こんなものが1万3000で売れるのって言ってね、ちょっと自分でも嬉しくなっちゃったんですけども、まあ世の中ね、箱マニアの人って言いますからね、この箱が綺麗っていうだけで結構な額出しちゃったりするような人もいますので、やっぱりこの箱が多分ね、8000円ぐらい、ね、8000円ぐらい。で、これがまあね、デッドストック品みたいな感じで備品だったので、多分ね、プラスいくらか、まあそれで1万3000円ぐらいの値段になってたと思うんですけども、いや、でも写真だけでよくね、こういうのって、こうね、こういった写真だけで購入するのは非常に怖いんですよね、私の場合ね。もうでしたら、もうデッドストック品なんていうのはね、特に怖い 怖い、開けて中身確かめてないってことですから、もう非常に怖いっていうね。ここのヒンジが折れてますよとか、曲がってますよとかっつっても、まあそれだとね、ここが壊れてるのねとかね、これは1回開けてあるけど、中身は大丈夫だってことは確認してるのねっていうような商品と違っても、1回も開けたことないですっていうような商品が一番怖いって 本当にね、これの商品で言うと何が怖いって言っても、ここがね、ちゃんと開くのかどうか、これがパカッと開くんですけども、開くのかなって、いや、開いたことないから分かりませんっていうのを買うのは非常に怖い、ね。あとはね、この目玉の内側にクリア塗装をしてあるんですね、オレンジ色のね。それがね、なんか全部崩れちゃって、もう劣化して、大体のものが崩れちゃって、中でパラ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 として、中のクリアパーツにベタってくっついちゃってると、また厄介なんですよ、それが。剥がすに剥がせなくて、まあそういったような状態になってないかとかね、なんかいろんなことがね、デッドストック品だと全くわからない、開けたことないからわからない。本当に開けた瞬間にこの辺のヒンジがバキンといく可能性もあるというね。そしてあとね、こういったもので一番大事なものがね、箱きれい、ね、この梱包材きれい、中身きれいで、それで1万3000円ってね すごい値段で、
元はいくらぐらいなのかな、800円とかそんなもんじゃないかなと思うんですけどね、1300円とか800円とかそんなぐらいの、うん、今から50年前の合金トイですからね、1000円はすんのかな、まあでも800円か1500円かそんな感じだったと思いますよ、うん、まあそんなもんでもですね、これ一番大事なのがこれがね、うん、そのオークションのやつに載ってなかったんですよ、これが入ってるかどうかっていうね、うん、このすごい内部メカがバッチリ、ね、船体が左右に開き潜望鏡の上下するのまではっきり見えますなんて上下するのまではっきり見えます、素晴らしいですね、なんかね、これがまあ、このペラ1枚といってもね、これが入ってるか入ってないかでね、随分やっぱり1万3000円取るんでしたら入ってた方がいいなって、払うんだったらね、僕だったらね、まあ、その場合あのオークションのやつはこれがどこにもなかったので多分入ってないんだろうなと思いつつも、うん、まあね、それでオークションですからね、本人たちがねそれで盛り上がっておーっといい値段になっていくんですから、それはどうでも、まあね、売ってた本人はね1000円スタートだと思うのでね、非常に良心的な感じでスタートだと思いますよ、なんかね、うん、こんなもんな あるのかないのか分かんないですけども、盛り上がるのは勝手ですからね、勝手に値段釣り上げてって設定して、ね、うん、オークションってそういうもんですから、まあそんなところでもね、私の中じゃねこれはね、まあいいところ3800円で落ちるだろうなと思ってたんですよ、まあ、それがねまさかのとやっぱり箱が綺麗っていうのは魅力なんだなっていう、っていうのも、でもこれね私がこれ出したとしてもまあ多分ね行って3800円じゃないかなってそんな気がしますわ、なんかね、ということでね、まあ、こういったもの、私の場合ねこういったものが入ってるかどうかがオークションとかでね非常にこの気になるんですよ、例えばね、まあ、よいしょ、この、まあ、宇宙からのメッセージの、ディアベスペシャルとかっていうのはね、ディアベ号スペシャルがついてないですけどね、これはね、これなんかだと、うん、やっぱりこのね、まあ、シーマリンゴには全く関係ないですけど、こういったあのディアベ号の遊び方みたいな紙がね、よいしょ、開く、ね、こういったものが入っていてペラが入ってるかどうかっていうのがね非常にこの重要なところと同時に、カタログね、これがね嬉しいんですよ、一番何が嬉しいって言ったってね、このはっきり言ってね、この届いたね合金トイを眺めてる時間よりこっちの方を眺めてる方が長いっていうぐらいね、うん、こういうものを眺めてる方が非常に嬉しいね、真ん中のページに宇宙からのメッセージって書いてあって、これなんかね撮影用に使った模型かなんかの写真じゃないのかなっていう、うん、ね、スパイダーマンがこの頃やってたのかとかね、やっぱりもうなんだろうね、東証ダイモスに力入れてたのかとか、いろんなことがねこれ見ると分かるわけですよね、スタージンガーとかやってたんじゃないかなこの頃は、グランプリの鷹とか、まあ、そういったものを見るのが好きなもんですからね、ぜひともねこういった付属品がちゃんと入ってるのか、でもこのカタログはね何が入ってるか分かんないし、時期的によっては入ってないものもあったりするのでね、全てにおいてはこれ入ってるとは限らないんですけども、まあそういったところもあって、まあ合金トイの醍醐味っていうのはね、この私としては古いものはねこういうものがちゃんと入ってるかどうかっていう、うん、こういったところね本当にね1万以上出すんだったらこういうのがちゃんと揃っててほしいなと思いますよ、なんか、うん、入ってないんだったらね入ってないでね、うん、安い金額でいいんじゃないかなって気もしないでもないんですけど、まあとにかくね人の価値観はそれぞれですからね、箱全ての人もいればね、内容こっちさえこれさえあればいいんだっていう人もいれば、もう全部揃ってる完品じゃないと嫌だよっていう人もいると思う、完品かどうかってもうもはや分かる人がいないからね本当にね、まあ、そんなところで、いやもう個人的なね興味としてね、まあ、本当に ここまでで1万円の値段に跳ね上がってしまったのが私としてはちょっとびっくりというところでね、ここまで映ってて1万3000円まで跳ね上がるんだったら、おおとね、箱すんごい綺麗、全部綺麗で分かるんですけども、ここがね、映ってない状態で、よくもあそこまで跳ね上がっていくなっていうのが、まあ、個人的な不
不思議なことっていろいろと最近あるなっていうところですよね。はい、そんなところで今日はね、シーマリンゴ誰が興味あるんだろうってずっと思ってましたけど、オークションとか覗いてみたらね、意外とびっくりね、いや欲しい人っているんだなって、この綺麗な箱が良かったのかな、まあ、そんなところでまた、はい、くだらないことに興味がある私でした。そんなところで失礼します。